こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日はレンジで簡単完熟トマトのスープを作りたいと思います。用意する材料は完熟トマト、今回は小さいサイズだったので2個用意しました。中くらいのサイズであれば1個で結構です。コンソメ小さじ1、塩少々、オリーブオイル小さじ1、ブラックペッパー、乾燥パセリはお好みでご用意ください。トマトのヘタをくり抜きます。裏返します。4等分の切れ目を入れます。半分ぐらいまで入れます。耐熱容器にトマトを入れます。コンソメ小さじ1とお塩を少々入れます。お塩の量はお好みで入れてください。ふんわりとラップをかけます。500ワットの電子レンジで2分加熱します。温かいうちにこのままフォークで潰していきます。皮はこのように外れるのでここで取り除いておきます。オリーブオイルをかけます。ブラックペッパーと乾燥パセリを振りかけます。こちらで出来上がりです。それではいただいてみます。余分な水分は一切加えずにトマトだけで作っているのでトマトの旨味がすごいです。コンソメを入れたのでふんわりコンソメが香る程度なので要はお好みで加減をしてください。ここにパンチが欲しかったらニンニクを少し入れてみたり、あとは粉チーズを入れるとよりコクが出ると思います。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。